September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. ちょっと小暮、小暮、フラットなの打ったらフック出なくなってきちゃった。この普通のクラブでちょっと一回見てくれ。だから練習しようとしてんのにさ。まあいいや、何、どういうこと。フックが出なくなっちゃった。だからスイングでしょ。いや、フック、そんな顔してないよ。だから何、そのワイヤーがフックが出ない。いや、だからちょっとスイング見てくれよ。いや、見ますけど。やばい、フック出なくなっちゃったんだ。ちょ、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 待って。140の、あ、やべ、うん、145とかね。145、うん、もう分かんないけど。いや、左から風来てんのよ。それはドローしないよ。何を言ってんの。フック打ちって出ないの。え、オープンスタンスすぎますよ。そんなもん、そのぐらいのオープンスタンスにしてくださいよ。なんか気持ち悪いな。気持ち悪いんだよ。だから打ってて気持ち悪いんだよ。普通のストレートドローだよ。いや、だからさ、イメージ、なんかさ、自分がさ、うまいうまいってさ、思い込んでたらさ、うまくなっちゃったんじゃない。いや、違う。え、コースでもだって、何、龍ヶ崎でもフック打ってたろ。打ってましたね、汚いフックね。あの、もう花道転げ上がるやつでしょ。うん、まあ、あれはちょっとあれだけど、うん、ショートラインでプリッと捕まらないんだよ。捕まないってストレートだよ。なんで、何が起こってんの。いや、たまにあるじゃん、ドロー打ちってフェードが起きる、本当にフェードになっちゃうやつ。それなんかさ、ドライバーとかのシャフト変えた時じゃん。同じじゃん。まあ、ちなみに左からの風だからそんなフックしないけど、右には出てないですよね、確かに。あのサンド、フラットのサンド打ってからだよ。知らないよ。要は何、動き的には捕まらない打ち方してる。いやいや、あの前より綺麗になってる。何それ綺麗になってる。いや、宮下さんっぽくないですよね。だから本当に進化してきちゃってない。もっとインテンショナル風にやった。いや、だから、じゃあ正面も見せてくださいよ。ちょっと待って。はあ、わかりましたよ。もう球が長すぎるんですよ。もっとトリッキーに左に置いてたから。あ、もっと左って。だからバンク、サンドウェッジの練習しすぎて球が中になってるんです。小暮みたいに。そうそのぐらい、もう、それでも普通ぐらいな、宮下さん。なんとなくわかります？いや、わかんない。捕まんないじゃん。あのさ、大笑いのさ、2日前にそんなやめてくださいよ、急に。いや、今までとちょっと何が違うかだけちょっと分析してくれ。俺、わかんねえ。何が違うどころか、見たことないもん。スイングを。だって、いやいや、だってドライバーしか練習してないでしょ、今まで。いや、ドライバーって3だね。だからアイアンのこのスイング見たことないもん。スイング自体が違う。なんかね、T シャツがでかすぎてね、懐も分かんないし。懐も分かんないしね。そういう冗談は今言われ、いらないの。え、いや、マジで。いやいや、マジで会話してますよ、僕。ちょっとこってのこねくりが足んないってことか。いや、だからね、イメージではね、あんまりトリッキーじゃなくなってると思って。だから、なんていうのかな、じゃあ自分の癖を大きく出してくださいよ、今までの癖を。フックにして、球を左に置いて、クロスさせて、浮かせて。あんま普通になってる、普通。これはやばいな。じゃあそんなこと言ったら、うん、本当にフック打ってください。あの右の OB 食いから、あの、いや、今本当にフック打ちってんね。だからさ、ちょっとインテンショナルのフックってことね。そうです。だからもう、あの、そう、あのピンに右の OB 食いから、
てるじゃないですか。弾飛んでない服俺の服じゃないんだよ。だから浮きが足んないんですよ。だから浮かしてどくとこう、こうなってないんですよ。こうやってグッてこの得意のこの親指のこれが浮かしてるイメージないんだよ。普通に当たっちゃってますよ。クロスが弱くなってるとか強くなってる。じゃあなんか、いやいや、あの普通の人のインパクトになっちゃう。だからいいことなんですよ、本当は。だから9番アイアンでこの間165から70いくっていうのはもういかないですから、そのスイングは。このスイングじゃいかない。だから普通になってるんですよ。ちょっと生かすぐらいの感じでか、ヘッド効かすぐらいの感じでアイアン、普通ですね。いやだからいいことなんですけど、宮下さんっぽくはないですよね。いいじゃないですか、別に あのピンにストレート狙えるんだから、かっこいいじゃないですか。ということは今フェード打ちったらフェード出るの。じゃあフェード。これこっちだから大体ね、あのね、フェードのイメージでドローって時点でおかしいんだから。フェードだよ。フェード打てるよ。これはね、皆さんね、本当にこれ修正 していった方がいい、それとももうこのままでいった方がいい、明日になったら戻ってるかな。なので皆さん、僕にそういう質問しないでよ。大体だからね、言ってるじゃん、ドロー打ち、フェード打ちってドローが出てる時点でおかしいんだから。もう今のでいいじゃないですか、フェード打ちってフェードなの。でも本番の時に元の俺に戻ってたらどうする。いやフェード打ちって左が端だね。ここでが見てスイングが何か変わったとかそういうことではないんだ。ただ入ってくる。いや、あの、もうね、宮下さんのスイングはね、もうそれ多分固定だと思う。その宮下さんのスイングはもう宮下さんって感じ。なんでフックが出ないんだろう。もっと寝転がせってことか、インサイドから。十分寝てるんですよね。いや、シャンク危ねえよ、今の。本当にシャンクするよ。ここでじゃん、この間。俺はちゃんとあの、パーゴルフダブルスで修正してきてるんだから。どういうこと、どういうこと。このまま行った方がいいと思う。いやで、多分明日になったら戻ってますよ、宮下さん。戻ってかな。うん。もうね、深く考え、だって見た目何も変わってないんだもん。変わってない。うん。全然変わってない。見た目変わってない。ピンストレートデッド。右に出てねえから怖いんだよな。何がどうなってんの、やっぱり3度のフラット打ってたからってこと。いや知らない知らない知らない、それは知らない。これは何、いいことなの悪いことなの、それだけ言ってくれ。いやスイング的にはいいこと、あの球的にはいい球ですよ。ただ宮下さんの感覚とのギャップがありすぎるんでしょ。ちょっと右に出せない。いや出さなくていいですよ。上手くなっちゃってんだからいいじゃん、自分で上手い上手いと思って上手くなってんだから。うん、じゃあストレートドロー引いたってこと。うん、もうだからまあ飛ばなくなってますけどね。アイアンもマキロイみたいな。いや風だってドローしないのは、このまあこの風ぐらいだったらドローしてましたけどね、昔はしてたよね。うん、いや皆さん、ちょっと一箇所、あのオープンフェイスかシャッターフェイスかだけ見て。いや、すげえシャット。オープンフェイスだろうよ。じゃあ、一回停止して見てみますくださいよ。一回停止して見てみます。あ、あの、これにハマるやつってありますか。どれにして、近くの持ってる、持ってる。マジですか。うん、じゃあ、皆さん、ちょっとじゃあ一発最後決めて、ちょっと。わあ、分かった分かった、今の一発で。じゃあ、あとでちょっとクラブ調整してから修正してくださいね。浮きが本当に浮いてる。え、浮きすぎてて捕まんないんだわ。逆だった、浮きすぎて捕まんない。真浮いちゃ真浮いちゃ、今だってシャットフェース真上向いちゃってんだよ、シャット。浮きすぎ、浮きすぎ、浮きを抑えて、本当にこれはもう冗談抜きで。だってシャンク寸前だもん。そう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 、究極に浮いてた。
ことうん。なんかクラブ直してあげない。じゃあだからこれ三脚があればそう置けるのにさ。いやいい、もういい。じゃあもうすんげえ究極に浮いてたってことでいいですか。じゃあまた来ます、ね、また来ます、また来ます。まあいいえ、止めとっていいよ。だから上手くなっちゃってるって言ってんじゃないですか。綺麗なスイングになっちゃってるっす。レードオフの、いやレードオフはないけど前より綺麗になってるんです。だから綺麗になってるってことは、うん、それは変なあのローリングさ、こねくりフックにはなってない、ならないでしょ。シャッターフェイスが緩いとかじゃない、もしかして。でださっきチェックしてたでしょ、今停止して。だから普段からさ、インテンショナルフックの打ち方だったのが普通になったっていうことですよ。それじゃあコース攻めらんねえ。フックで向けないってことじゃん。フックグリップもちゃんとフックグリップなんだね。うん、いやこれ普通でいいじゃないですか。それで左からの風に持ってかれるドローで、で飛ばないとその言葉だけは俺の前で言うんだよね何番やすかそれ。9番。あーで、皆さん、まあこれは今週期待できないな、これ。でもあと2日ありますからね。いや明日は当日の朝まで。明日は練習ほぼできない。あ、そっか。ドライバーちょっと打っただけだ、うん。まあ明日ドライバー打っても、違う、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、ていうか普段練習しないのになんでアイアン持ってきてるんですか。だからもうおかしいでしょ。いや、だから3度から球が捕まらなくなってるから、うん、あれから、うん、で普通のアイアンどうかなと思って、昨日までは球捕まったんだけど、うん、今日打ったらなんかすっげえ上行っちゃってるからじゃあ、こういう球ない。大丈夫ですよ、そしたらもう、あの、感性の人でしょ。いやでもあれですよ、僕大体あれですよ、サンド以外アイアン持ってグリーン乗ると思ってないから本当にあれだけ俺に、あの龍ヶ崎の時は俺あれだけ俺にあの貢献 してたんでさ俺が。いやだってサンドじゃん。えサンドじゃん、セカンドあれ乗ってんのいや6番アイアンとかあれ6番はあれだから下からローリングフックでかけずり上がってるだけじゃないですか。こう浮かせなきゃダメってことか。一回浮かせるよ。いいっすよ。あー今のダフリいいですね。ダフってきましたね。オッケーオッケー。ダフってきた、ダフってきた。ちょっとダフってきたね。うん、オッケー。もうちょっとダフらしてくださいよ。オッケー、チョコミでパッと効かす。オッケー、ダフってきた。マットでフライヤーするようになってきた。よしよしよし。そんな感じですよ。コースじゃ全く飛んでないからいや宮下さんの練習はやっぱマット滑らしてフライヤーさせる。あ、やっぱ今のだね。うん、今ぐらい浮かして滑らしてダフらして。違う違う、やっぱこっからこうやっていけるところだけだな。全然なってない、全然なってない。あ、宮下さん釣りそうやっぱそれですよ、やっぱ普通の人になってましたよ。そうか、普通の人か。うん、やっぱあの 100m 離れてたかも宮下さんって分かるスイングじゃないと。いやいや、ダフってるから OK ダフってるから OK。 その嬉しくねえな、ダフってるから OK とかさ今ずっとダフってねえって言うんだ俺はでも風に負けなくなってきたじゃないですか。やべえ、やべえ、戻っちゃったね右出せない戻った、ちょっと戻った。大丈夫、今ぐらいミスショットしてる方が宮下さん。だってさっきまで曲がんないんだもんさっきまで曲がんないんだもん。じゃあさっきの打ち方し戻そうか。いいっすよ。いやいや、嘘嘘。大丈夫大丈夫、ラインで出なくなってきた。そのぐらいでなんか警戒してもらわないとさライン出ないぐらいってそういうことね。そうやっとバラつき、バラ出てきましたよピンしかいかないそう、ピンしかいかないからさ、それで
普通逆なんですけどね。あ、普通になっちゃった。あ、でも理由は分かってきた。分かってきた。分かってきた。俺の格好の中で分かってきたな。もういいよ、お前自分の練習しろ。やっぱこれくらい 言わないとダメでしょ。一人でやって練習したらドツボハマってたでしょ。いやドツボハマってないけど、いやもう球がいい球すぎるから気持ち悪いんだよ俺。あんないい球で攻めるつもりないのにさ。え？すいません、なんか、うん、いやすごい良かったんで、うん、グリップを変えてこいっちゃいました。グリップ変えてこい。じゃあね。じゃあ OK。OK、わかった。じゃあラスト。はあ、そんな球コースで見たことないけどね。おっ、あ、距離も戻った。ちょっと待って、戻ったよ。9番円で170何歩だった。いや、うっそ。いや、違う違う、あのね、今まで一発まっすぐ行かなかったの。へえー、戻りましたね、うん、何変えたんですか。じゃあヘッドの効かし方この打ち方して。あ、それだったらね、あのあそこに9で行くんだったら、行くんだったら戻ったろ。戻った戻った。分かった、これ分かりました、うん、俺の引き出し増えたっていうことで、もういいよ、はい、マリナの変えてしまう。いいです。いやいや、そんな汗だくになってやっとですね。じゃあもう一回決めてください。本当にもうあそこにもう一回行ったらもう。まあ薄いけど、まあ一個前ので調整お願いしますね。うん、分かった。じゃあ、はい、じゃあ期待し、じゃあ期待していいですか。いや、期待はしなくていい。で、大原の1番9番やんで右の端当てないでくださいよ。そうで、今年はフェードでいけるよ。じゃあ、ほんとラスト。お、大丈夫だよ、うん、そこまで飛んでないとか。いや、そこまで飛んでないとか言ってピンハイじゃん。いや、そこ